まあそんなイベントの、まあ第2弾というか、2期のイベントがあるんですが、うん、もしもでも、うん、ちょっと今回のイベントは、うん、岩飛びと凛が5人というのが今発表されている状態ではあるんですが、うんうんうん、もしもなんか桃太郎として鈴間さんが出るとしたら、うん、俺として出るっていう限定がつくんだ。なんかやりたいこと、桃太郎としてね、はい、桃太郎として出るね。はい。うん、ねえ、やりたいことは何？もうだいぶ面白かったよ、今ね。プールサイドももう作っちゃったんでしょ？そうです。だから今度はもしかしたらセットももっとすごい、泳げるプールがセットとかされるかもしれないですね。そうだよね。そんなの平気でやりそうだね、そこまで行くとね。ですよね。逆にもうお客さん全員水着とかみんなよく売ってるでしょ、そんなの。あ、でも、あ、案外、みんな自分が何やるって話で、うん、お客さんにそこまで触れてこなかったんで。うん、お客さん全員水着がいいよ。競泳水着。みんな。みんな生徒だから。なるほど。お前、今お前、やらしい顔して笑った何言って、どうこういうの。ありだと思います。ありだよね。あとは、うん、どういう水着をこう、うん、持ち込みなのか、うん、販売するのか。そこ大事ですよ。そこ大事ですよ。販売って、これを着なさい。あなたはこれ、あなたはこれって振ってくの？振ってくか、まあ、自分である程度選んでもらってもいいですし。うん、販売する、ついに。じゃあ販売しないと入れないでしょ。入れない。それもなんか、叱るべき場所から訴えられるやつだ。すごいな。じゃあ、欲しい人はぜひ、みたいな。普段も着れますよっていうね。そうですそうです。いいものですから、これはと。あと、こう、普段手に入んないね。うん、実は前回の明けの3回でも、なぜか、スクール水着の話題のメールが来たんですけど、うん、そこで、旧スクール水着っていうのが話題になりまして。ああ、昔のね。はい。今のは違うんでしょ、ちょっと。なんか、さらに違うの出たらしい。出ようとしてるらしいです。なんか、フリフリしてるみたいな。そうなんです、そうなんです。うん、スカートみたいなのがついてるようなスクール水着ともはや言うのか分かんないんですけど、うんうん、まあそのだから何世代分か、ああ世代ごとに分けるの、世代スクール水みたいなのを販売しでどれ着るかって、そんなんもう今の着るに決まってるでしょ。でも、はい、昔のやつ着た方がちょっと安く入れるとかね。どんだけスケベなんだよスタッフ。そんなね、うん、まあスケベかつでも楽しい。なんか俺がスケベみたいになっちゃったよ。いやいやいや、お前のせいだよ。すいません、俺はお客さんもみんな競泳水着で来たらなんかみんな部員みたいで面白いねって話だけしかしてねえから言っとくけど、お前がスケベな方向に広がったんだぞ。お前のせいだ。はい、スケベです。そう、終わり。はい、そろそろタイトルコールに行けというのがありましたんで。はい、ということでこのラジオは岩飛び高校のプールサイドからお届けするラジオです。ウォーミングアップも終わり、体もほぐれたところで始めましょう。フリーエターナルサマーウェブラジオ岩飛びチャンネル、イエス。ロックフリー選曲のロコモーティブ、テイクヤマーク、レディーゴー。フリーエターナルサマーウェブラジオ岩飛びチャンネル ES。 この番組は岩飛び高校水泳部の提供でお送りいたします。